1で負けてしまいまして、白星はお預けとなりました。そして8月18日ホームでのジュビロ磐田戦です。もうどうしても勝ち点3欲しいですよね。そうですね。アマル監督、試合前に自分を失わないで全力でプレーすることと指示をしました。さあ前半37分、その指示伝わったんでしょうかね。はい、牧選手のヘディングシュートです。エースのゴールが勝利に結びつくといいんですけどね。そしてその後後半1対1になりまして、チャンド選手にヘディングシュートを決められてしまいましてね、2対1となってしまいます。ですがこの試合のジェフは違ってましたよね。今までとは伝わってきましたよね。21分に牧選手に代わって原井選手が登場します。そして38分でした。水野選手のシュートに最後ユートキャプテンが触ってゴールです。足をちょっと動かしてね、コース変えてくれましたね。これで2対2追いつきます。まだまだこっからですよ。レイナルド選手からのパスに飛び出したのは新井選手です。1本目のシュートでね、切れずに目をそのままボールにつけていて、すぐ反応してボール決めてくれました。大きな大きなガッツポーズですね。はい、最高でしたね。こう一人でゴールキーパーまで行って、さらに跳ね返ったところを自分で押し込んでというところが、ね、集中力はさすがですね。気迫を感じますよね。はい、この点が決勝点となりまして、この試合3対2で勝利しました。久々のでんぐり返しを見ることができました。今のお気持ちをお願いします。まあね、いろいろありますけど、やっぱりピッチの中でプレーしているのは僕ら選手ですし、こういう順位を今招いているのは僕ら選手の責任で、監督はすごい頑張ってますし、フロントの人たちも一丸となってチームを支えてくれてるし、サポーターの皆さんも本当にね、応援してくれてるの分かってるんで、ここで選手が頑張らないと、僕らはね、本当にジェフのユニフォームを着れないと、そういう気持ちで本当に戦いました。まあ、皆さんに報告なんですけども、牧家に新しい命を授かりました。5月26日以来の新井選手のゴールというご自身のゴールもありましたけれども、振り返っていかがでしょう。その前で綺麗に決めたかったんですけど、外して、まあ、その後はボールしか見えてなくて、もう皆さんの応援のおかげで、サポーターの応援のおかげで気持ちで押し込みました。いかがでした。終わった後もう全選手と抱き合って喜んでいらっしゃいましたけど。そうですね、まあ、本当に苦しいのは自分たちだけではなくて、まあ、こういう状況にもかかわらずスタンドに応援に来てくれている、ね、みんなのためにも勝ちたいというのもありましたし、まあ、選手はなんとかこの状況を変えたいというところで、まあ、昨日選手だけで夜集まって、まあ、30分以上各自が思っていることを言い合って、まあ、すごい一体感が生まれたので、まあ、それが今日の結果に結びついたのか分からないですけど、でも本当勝ちてよかったです。待ちに待った勝ち点3、嬉しかったですね。はい、そうですね、本当にね、最後のゴール決まった時は僕もガッツポーズしちゃいました。このまま勢いに乗ってくれると信じましょう。はい、そうですね、一歩一歩。 CM の後はジェフタマインフォメーションです。ジェフタマインフォメーションです。今月は新グッズの紹介です。まずはこちら、プレイヤーズタオルマフラーです。私はユート選手に思っておりまして、志賀さんは牧選手のです。牧選手のタオルマフラーは8月29日の大分戦で発売ということです ね。 そうですね、ぜひお買い求めください。そしてこちら、プレイヤーズストラップです。わかりますでしょうか。私が持っていますのは水野選手のなんですけれども、他に水野選手、山岸選手、優斗選手、羽生選手、牧選手のが出ております。さあ、そして9月に入って雨が増えてきます。そんな時に便利なのはこちらです。はい、ポンチョですね。
膝下まで隠れるポンチなので濡れないですよ。ぜひお買い求めになっております。雨の観戦にはバッチリですね、はい、そうですね、うん、詳しいことはですねジェフのオフィシャルホームページでご覧ください。続きましてプレゼントのお知らせです。今月はですねこちら中島選手と斉藤大輔選手のですねサインの入りましたユナイテッド5名の方に、そしてもう一つです。ジュピロ磐田戦でベンチ入りしました選手全員の直筆サイン入りサッカーボールを1名の方にプレゼントいたします。ご覧の宛先にご希望のプレゼント名と住所、氏名、電話番号、そして必ずゲストコーナーでもご紹介しましたプレゼントキーワード、夏休み家族揃って福割へをお書きの上お送りください。お待ちしております。詳しいことは千葉テレビのジェフタマのホームページでもご覧いただけます。そちらもぜひ見てみてください。さあ鹿さん、はい、今週末は千葉ダービー柏戦ですよ。そうですね、柏に乗り込んでぜひ勝利をもぎ取って帰っていきたいと思います。本当に千葉銀カップでも負け、ホームでも負けてますからね。負け負け言われるとね辛いんですけど、次こそですよ。はい、勝ってぜひ皆さんと喜びたいですね。ユートキャプテンもね自分たちが最も黄色が似合うというところを見せつけてやりたいと言ってましたからね、はい、私たちサポーターも黄色が似合うサポーターはジェフサポーターだというところを柏サポーターに見せつけてやりましょう。皆さん今週末は柏に集合ですよ。さあそして来月ですねまた皆さん笑顔でお会いしましょう。それまでさようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。